ギリギリさとこさん。ギリギリさとこさんにしましょうか。おめでとうございます。結構いつもギリギリにいただきますね。今回最後かなあの、23時59分に来てますね。23時59分に申請が。ギリギリですね。この前もギリギリだったような気がするんですけど。まあしかもね、このね、プレゼント多分、 まあ受け取ってるますよね過去にうんまあここに書いてありますけどもまあまたね再度勉強していただいてあの今勉強したらまた違う角度で勉強また気づきとかいろんな発見あるんじゃないかなと思いますんでまあねえまあさ,とこさんはあの僕のゴーストライター時代もちょっと知ってると思いますんでうん はい頑張ってください <laughs> うんやっぱ今やっぱ欠けてるところがうんやっぱ自分の商品をセールするレターをガンガン作ってないってところがやっぱ欠けてるんじゃないですかねうんだぶっちゃけですよこれドリアカでも教えてますけど商品なくてもレターあれば売れるんで先行販売で分 <laughs> かります だから僕が昔その2億とか3億売った塾があるわけですよ。で、その時って一番最初先行販売したんですけど、まあドリアカもそうですけど、その塾も最初ね、最初講義一本もなかったんですよね。講義一本もなくて僕書くみたいなね。<laughs> まあ塾やろう、やるぞってなって、あ、塾やるんすかみたいな。<laughs> じゃ書きますって書いて。 何も商品ない。何も講義ない。<laughs> で、最終的に、まあ、さすがに講義何もないので、まあ、その、書きましたけど、それで、まあ、売り上げもそれでもちろん作りました。多分な、何千万かはそれで売り上げ作ったんですけど、先行でね。で、その後、講義が30本ぐらい出来上がってきて、その後、ベネフィットを300個ぐらい書きましたけどね。だから、1講義に対して、ベネフィットを10個ぐらい書いてたんで、30個で300個、300個を限って、めちゃくそ長いレターになりましたけど、 まあでもそれ三2、3億売ったと思いますけど。うん。だから、だね、ドリアカも一番最初売った時はあ、講義なかったっすからね。作ってなかったっすから。だから、つまり、レターが作れれば、本当に商品なくても売り上げ作れますからね。で、あとは、まあ、ここで書いてありますけど、追い込むんだったら、あの、レター作っちゃって売って、 商品作らないといけない状況、お客さんに提供しないといけない状況を作ってやればいいんじゃないかなと思いますね。もう顧客リストもゼロではないですし、あるわけじゃないですか。だから、まあ、お客さんが欲しそうな企画、商品を、まあ、アンケートを取んないとダメですけども、まあ、事前にアンケートとか取ったデータがあって、まあ、これいけるんじゃないかなっていうレター作って、あとはもうそれでキャッシュいいんじゃないですか。単純に売れるレター作れれば。 商品なくても売れるレター作れれば <laughs> お金稼げますからね。まあ、あとはそこ、そこで、あの、ギリギリ里子さんが、あの、売り逃げするかしないかは、ギリギリ里子さん次第かなと思いますけど、<laughs> まあ、それはないじゃないですか。ちゃんと商品提供する気持ちはありますよね。だから、それも、あの、売れれば作らないといけないなってなるわけですから。うんだらそこをや、そこをやらないと、多分、本当に収入的なところは変わらないのかなっていう。 うんだ収入本気で今年変えたいんだったらやっぱそこを本当にガツガツやっていかないとうん多分ん去年と一緒のままだと思いますようんもうそのなんだろうなもうそこだけだと思います、はい、もちろんその新規のリストを集めるっていう活動も絶対していかないといけないんですけどうんそう 何のためにやってるかっていうと売上を上げをるためじゃないですかだから多分ねこれマインドブロックがあるんじゃないかなと思うんですけどここの文章にねもっと文章の面白さなんだろうな,なんかファンを構築して商品をいつでも売れる状態にしたりとかえ商品をいつでも売れるような状態にしたりではなく商品は今売れって話なんですよ。 うんなんかそのなんやろなもちろんその商品を売る上で提供したりとかギブしたりとかなんかそういう概念はもちろんあるんですよパンを作るとかそういう概念はあるんだけどいやいやぶっちゃけ欲しければ買うんで <laughs> もう僕はありとあらゆることやってるので <laughs> やってきたんで <laughs> 欲しければ買うんですよ だからその欲しくさせるレターが書けるんだったらもうか売れるんです。ファンじゃなくても、信頼関係がなくても、お客さんに刺さるようなレターが書ける、欲しく,欲しくさせるようなレターが書けるんだったら、売れます。あとはオファーですよね。うん。欲しくなるような商品、オファー。お客さんにリスクがないとかね。なんかそういうのをつくまあ、あの、プロあの、教材でも言ってますけど、 うん、そう順番はぐちゃぐちゃでもいいです <laughs> 順番があった方が綺麗に売れますけども順番がぐちゃぐちゃでも売り上げは作れますうんそうそこだ,だからもう今月セールスしてみてください <laughs> うんだからそこを多分やらないと変わんないと思いますけどね変え、うん、たいんだったら今月セールスレター作ってででなんだ先行販売とかでして、えー、商品の提供は3月になりますとかでもいいじゃないですか、うん、はいまあいろいろとちょっと厳しいお言葉も投げさせていただきましたけど変え、まあ、たいんだったらそこをやらない限り あの売り上げは作れないですし自由なライフスタイルは構築できないと思うんで、はい、頑張ってください。はい、ということで、えー、プレゼントの詳細記載してますので見ていただければなと思います。ありがとうございました。